鹿狩り鹿狩りの偶話とは、ルソーの著書、人間不平等起源論に登場する、協力の難しさ、相互不信に関する例え話である。数人の上えたカリウドが、一致協力して鹿を射止めれば、全員の命が助かるのに、目の前に、ウサギが現れると、たとえ自分はウサギに手を出すつもりがなくても、仲間の誰かが約束を破って手を出すのではないか、そうすれば裏切った。 彼が生き延びて、約束を守った自分が命を落とすことになるのではないかと仲間を信用できなくなり、先にウサギに手を出す強い誘惑に駆られる人間の弱さを描いたものである。鹿を捕らえようとする場合、各人は確かにそのためには、忠実にその持ち場を守らなければならないと感じた。しかし、もし一匹のウサギが彼らの中の誰かの手の届くところをたまたま通り過ぎるようなことでもあれば、 彼は、必ず何のためらいもなく、それを追いかけ、そしてその獲物を捕らえてしまうと、そのために、自分の仲間が獲物を取り逃がすことになろうとも、いささかも気にかけなかった。ルソー、人間不平等起言論、本田清次、平岡昇教約、岩波文庫、1972年、89ページ。国際政治学者のケネス・ウォルツは、著書、人間、 戦争を国際政治の三つのイメージにおいて、この偶話を用いて国家環境力の難しさを説明し、ルソーの分析は、紛争が人間の社会問題においてどの程度まで必然的に起こるのかということを明らかにしている、と評している。また、この偶話を応用したゲーム理論も存在する。ありがとうございます。